こんにちは、ギャンブラーヒカルです。今回なんですけど、こちらにこのテーブルで M ホールの上位ランカー光の剣さんがいたんで、まあ、ここのテーブルね、皆さんレベルの高い人たちばかりで勝てる気がしないんですが、ちょっと遊んでいきたいと思います。こちらでプレイしていきます。さあ、光の剣さん、どんなプレーを見せてくれるのか、俺も参考にしたいんで、まあ、しっかりと勉強していきたいと思います。他のプレイヤーのテクニックなんで見ていくんですが、もう上手いプレイヤーばかり。このモップさんも前回レジェンドランクで、今回も、ランキング126位と上手いです。ちょっと前にカイジさんとも同じテーブルになったことあるんで、一緒にプレイした時どんなプレイするかなって見たんですけど、カイジさんはまあとにかくアグレッシブでした。ポットベッドやらポットの2倍ベッドをガンガン打ってくるような感じです。さあ、そして光の剣さん、大きめの3ベッドしました。さあ、こっからどうしていくのか。天五三と、まあチェックするぜ。この状況でガンガン打たないと、エースを持ってる感じかな。エースやろな。エースとなんかハイカードを持っているのでしょうか、光の剣さんは。カード見れるの嬉しい。あ、キングジャックか。スーテッドコネクト、ワンギャップスーテッドコネクターでした。結構光の剣さんはライト3ベッド、ガンガン3ベッドかなり打ってくるタイプのようです。仕方ないの。そうの。さあ、ここは初参加行ってみましょう。あ、コールされた、コールされた、コールされた。2ペアだけど、ベッド、あ、相手フラッシュ揃えるはやりにくいけど、2枚もダイヤないやろ。ということで、もう一回いきましょう。ホール、さらにではこれでホールド。よし、思ってた通りです。いかなしゃあないよな、1人なんだ。コールまだよ。ここはコンティニュエーションベッド打ちに来るんでチェックでいきます。まだよ、まだかな。このままショーダウンでいきましょう。チェック、一発は打てるやろ。相手エース持ってなかったら勝ちや。仕方ないよね。いい勝負でした。光の剣。これならどうだ。誰か、仕方ないか。下克上さんもかなり大きめの3ベッドを打ってきました。コンコをかけさせてもらおう。さあ、これはチャンスだけど、俺なライト3ベッド、まあ、キングクイーン、いや打っていいんやろうけど、打たなしゃあないか。降りる。あ、俺からレイドになりました。コール、さあ、キングクイーン来い、キングクイーン来い。来ない。チェック、チェック、
打とうかしら。どうしよっかな、やめとこか。ストレートとかもできやすいしな。厳しいかも。あ、俺もジャック来たらストレートか。あ、ってことは参加してもよかったか。全然参加してもよかったハンドです。ジャック来たらもうストレートやん。さあ、ニッポーさん、どんなことをしたでしょうか。プロの総額は10万。まあ、前回プロフェッショナルジャックでしたが、1700位と現在も、決して下手くそなプレイヤーではなく、ベッド、まあ皆さん上手いプレイヤーです。簡単には果たしてくれるプレイヤーは全然いません。これはフォールだな。あ、でもリンプインしてきました。リンプインにさ、乗っていくか。いや、俺は参加しない。ゴールド、やったぞ。ゴール。さあ、ビリオネアンさんも見てみましょう。ここは様子見だ。参加数4万9千とね。やはりみんな、かなりの大金があるレジェンドキッチンが勝つ。仕方ない。現状568位と。全力的な様子プレイヤーでも参加率は高いな。 50% 35% はバランスいい。ここは押していく。さあ、これはクラブがないとなかなかコールしづらい。しかもストレートもあります。ストレートあるとき悩むよな。でも俺ストレートでもフォールドするわ。さあ、光の剣さん悩んでいます。ストレートが完成したのか、それとも弱めのフラッシュか。ゴールド。さあ、リンプインに負けてしまいました。ゴールド。厳しいかも。図が高いぞ。おお、光の剣さん相手にガンガン攻めていくな。日光さんすげえ。さあ、ここからどうするか。おお、日光さんすげえな。背中バッキーさんもまあ総判です。3万8000とかなりの経験で、現状1900人。レイズ2万人ぐらい参加してるんよな。だから1900とかもすごいんよな。2万で1900やから、10人いたら一番うまいっていう感じやもんな。降りる。さあ、無理にスリーゲームエースには弱いです。そして下克上さん、下克上さん参加ハンドかなり少なめで、しかもまだ総ハンド数5000で67位と。すごい。67すごいよな。しかも総ハンド数5020で62ってすごい。うまい、うまいよ、すごいな。厳しい。大きめベッドを下克上さんしてきました。これは強いハンドを持っているぜという意味でしょうか。しかしそれに対して他のプレイヤーがコールします。エース持ってるのにチェック。下克上さんレーズベッドベッドしなかったということは、なんだろう、なんか大きめのポケットペアでも持ってるんかな。チェックチェックするぜ。エース6、え？あー、でもエース6スーテッドか。エース6なんで 4BB で打ったんやろ。ゴールド、ゴールド、ゴールド。お、ラッキー、いい勝負でした。獲得しました。ここでチャンス来ました。
では3ベットを打っていきましょう。悩みレイズ4倍でいきましょう。スモールブラインドはポジションが悪いから、なんか相手のベッドに対して4倍で打つらしい。さあちょっと悩んだふりをしてから、ではこれでコールされました。さあここも少し悩んだふりをした後に、ではこれで打っていきましょう。よし、いい勝負でした。3ベットに成功すると稼げるからいいよな。チップを4、いくらぐらい稼いだ、50万ぐらい稼いだよな。コール、厳しいかな。コール、仕方ないわね。さあ次新しいプレイヤー来ました。チェック、まあ、このオッケー。1000万のチップを持って参加してるっていうこと時点でもうそれなりに自信のあるっていうことよな。俺はここで勝てるぞと、1000万投資して1000万稼いでるっていう、そういうプレイヤーです。まあ、参加感度はかなり広めです。参加率 63%。 えっ、ちょっと待って、ネガネガ TV さんも来たやん。いや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 、ちょっと待ってや。光の剣さん、光の嬉しいかな。喜んでます。ネバネバ TV さんが来たのでちょっと嬉しくてオールインしてます。ネバネバ TV さんももうお互い仲のいいのかもう分かってるんだろうな。挨拶オールインでした。ティルトオールインです。ネバネバ TV さんもかなり9位やろ、すごいよな。ベッド、ちょっとここのテーブル本来なら絶対すぐに抜けなあかんテーブルよな。俺もこれビデオ撮ってなかったらもうすぐに抜けます。こんなやばいテーブルで遊んでて勝てる可能性はまあほんと上振れが来ないと、上振れでないと勝てません。普通の状態であればじわ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 とコール。お、しかもコールした今回。おいおいおいって感じじゃない。ああ光の剣さん。ちょっとネバネバ TV さんに喜んで嬉しいオールインやっちゃいました。これで全部なくなって1000万。1000万全部なくなっちゃった。大丈夫かな。激アツだよ光の TV さん。現に2位じゃなかった。2位やったのにちょっと3位4位下がった。じゃあ俺もちょっとこれで終わりましょう。5000やろ。5000コール、激アツ。激アツではねえよ。チェック、まだかな。これは様子見だね。チェック、まあ光の剣さん入ってきたら激アツ。激アツじゃねえよ。チェック、光の剣さん入ってきたらもうちょっとだけやろうか。まだかな。チェック、光の剣さんのいいところ全然見れなかったもんな結局。激アツ。だから激アツじゃねえよって。あー、チャタローさんか。チャタローさんってどんなプレイか。でもそれでもやっぱすごいな。6.8.1ということで、このハンド最後にしましょう。やっちゃえ。そういうプレイヤーなんだよ、TV さんって。マジで厳しいか。これコールした時見れないの嫌よな。この終了後退席しますって言うけど、反応タイプ見れないねんか。それ嫌やねんけど。おお、これはあかんやつやん。ネバさん買ったんちゃうかな。最後まで見れへんのかな。あ、買った、見れたわ。おお、コールス、あ、これきついよな。残念ながら光の剣さんランクマッチ2位だったんですけど4位まで下がってしまいました。まあただあと4日か5日ぐらいあるんでまだまだチャンスはあります。ぜひ光の剣さん頑張ってもらいたいです。
1位カイジさんでね、2位クマさん、3位クルトスさんとなってます。まあ、俺の順位は現在初のレジェンドランクになれるかというところで粘っています。まあクイーン、レジェンドクイーンも狙えるんですけども、このなんていう、もうすぐランクマッチも終了する後半戦なんで、まあ、やればやるほど順位下がっていきそうな気がするんで、まあレジェンドジャックなれればもう嬉しいんで、まあレジェンドジャック狙っていきたいと思います。